よくサッカーアカデミーニュースヘッドラインのお時間です。よろしくお願いします。おはようございます。お願いします。ノーウェッパーでございます。ノーミルク佐藤でございます。さあ、2月21日、サンデーモーニングでございますけどもね。関口博士じゃございませんよ。ということでね。勝つだそんなボケは勝つごめんなさいね。ということで先生。はい、はい。今日もニュースこちらです。ドン出ました。はい、やっていきましょう。華やかいろいろあったんでしょ？はい、うん2月20日は、まあ日本的に言ったら、はい、ゼロックスが行われました。いやー、私ね、今日前の日の夜撮ってるでしょ？今日忙しくてね、仕事外で。見れてないの、結果はなんとなく知ってるけど、見れてないのよ。そうなんですよね。教えてよね、ホリ教えて。はい、やっていきたいと思います。うんはいゼロックスはですね、実はミルアカでもかなりの数の方に同時視聴をね、一緒に見ていただいて、本当にありがとうございました。お疲れ様でした。いや、本当にもう、まさか頑張ってやってきました。はい。ってことで、そんな試合の結果なんですが、川崎対ガンバが結果としては3対2で川崎フロンターレが勝ったという流れです。はい、これはいいゲームだったんですね、3対2。そうです。そして、いわゆるね、2021シーズンの幕開けは、川崎フロンターレ&ファーストゴールは三笘薫ということで。はい。もうやっぱりこの人なんだなって。やっぱでもマーク集中する今年はね、こう容易に予想できましたけど、そこをぶち破ってということですか？そうなんですよ、うん。で、この試合なんですが、ざっくり言えば、はい、まあ、川崎が大体主勢を持って、大体それガンバが対応していく形になるのかなと思いきや、はいはいはい、うん、最初からガンバがガンガン。うん。やってきまして、はいはい、いわゆる剣の時間と呼ばれる最初の15分間もガンバがもう猛攻を仕掛けまして。奇襲ってやつですかね。そうなんです。ただ川崎はちょっとのっぺりしてました。うん、はいはいはい。まあ、見てた感じなんだろうなと感じました、うん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 。まあそれもちょっと想定済みなところもあったんでしょうかね。おそらくね。うん、まあそんな攻防が繰り広げているうちに前半飲水タイムがあった後。はいはいはい。明らかに川崎の流れが変わるんです。はあ。行くなっていうのをちょっと、はいはい、おそらくね、うん。で、そこから左サイドです。これもうミルワカの動画で出していましたが、うんうん、いわゆる左サイドでこう数的優位作って、裏に三笘薫をこう流していこうみたいな、ね。はいはいはい。その予想通りにそのまま抜け出してゴール決めてったという。すごいなぁ。はい。で、今度その直後、昨日それが前半29分だったかな、はい、だったと思うんですが、うんうんうん、その直後、前半32分に、今度はそれの右サイドバージョンで、はい、右サイドバックの山根選手が抜け出してクロス。うん、ですね。まあ、左からのボールに対して、左からね、クロス送られてきたものに対して抜け出ってった。はい、はい。で、それでクロス送ってみたら、ボールの落下地点に三笘くんがいちゃったっていう形で。いるんだね。ボールが決まると。はいはい。なんと2点連続三笘が決める。ああ、もう今年もやってくれそうですね。うん。まあ、詳しくはね、はい、どんな感じだったのかは、まあ、ゼロックスの同時視聴配信の中だと、はい、その後に、僕ちょっとアフターで、ちょっとね、解説配信みたいなこともやらせてもらって、そちら聞いていただけたら嬉しいです。ありがとうございました。はい。で、後半に入って今度ガンバは、うん、中央に密集作って、で、うん、エリア内の中で矢島慎也選手が、ヘッドでゴールを決めるというシーン、はいはい、あとは山根選手の PK、 山根選手のハンドで PK を得たガンバがパトリックの PK で追いついて2対2、はい、でこのまま終わるのかな、これは PK 戦延長がなかったので、また2年連続のね、去年に引き続いて PK 戦かと思われたそのところで、その前に1個とある事象が発生します。マーサー、はあ、何でしょうか。今年は5人交代でしたよね、去年に引き続いて。そうですね、そうですね、6人目の交代が適用されてしまいました。後半の途中から入った川崎フロンターレの、はあ、新加入選手、塚川選手が、うん、味方の選手との接触で、うん、頭部当たってしまい、ちょっと脳震盪かもしれないっていう判定になったために、新ルール適用ですね。はい、はい、川崎フロンターレは車屋慎太郎選手が6人目の登場ということになります。はい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 。そんないろいろあったところで、なんとラストプレー、そこのね、シーンが結構長く続いたので、うん、アディショナルタイムが6分になったんです、うんうん、ちょっと長いじゃないですか、ダイム、はい、そんな90+6、はいはい、日テレさんもその直前のシーンのリプレイやってたら、うん、川崎フロンターレセンターバックからの縦パスがポンポンとつながれて、うん、田中碧、遠野ダイヤとつなぎ、うん、最後は小林優が、ブザービーター。うわー、あー、そうでございましたか。3対2で川崎が勝ち。劇的、これは面白い試合だったと聞いておりますよ。めちゃくちゃ見応えあったと思いますね。これ J リーグとしては良かったですね、はい。でもね、ガンバは悔しいですけれども。悔しいでしょうけど、ね。盛り上がった、どちらが勝っても盛り上がりますけれども、いい試合を演じたドラマチックな、はい。ね。
放送に適した一般の方がサッカーをこう見ようと思うような、そのゲームだったらよかったですよね。うん、ですね。一応、佐藤的な MVP としては、2得点挙げた三笘選手と、はいはいはい、もはや何本止めたかわからない東口選手。ああ、なるほど。あ、そうですか。二人がすごかった。なるほどね。あとはドラマチックプレイヤーとして、やっぱり小林優っていう名前も挙げられるんですが、はいはい、まさには僕、この人をお伝えしたい。何でしょうか。うん、最も男気があったプレイヤー。男気があった。はいはいはい。ダミアン。ああ、リアンド・ダミアン川崎。はい。ダミアンがね、すごい、ちょっと何分か忘れちゃったんですけど、はい。すごいシーンがあって、いい、ガンバのディフェンダーがサイドでボールを持ってった時に、そこからフィードを前線に送ろうとしてたんですよ。はいはいはい。ダミアンが真ん中からダダダダダダって追ってって、スライディングタックルでタッチライン割ったんですよ、そのボールが。はいはい。で、そのタッチライン割らせた直後に、もうガッツポーズ、ダミアン。お前に繋がせなかったぞっていう。うわー、だから前線からの守備に気合い込めてる一本一本っていうことを、それをブラジル人助っ人にやらしちゃうってんだからすごいチームだね。すごいチームですね。これは強さのなんか片鱗をそこのシーンに見たような気がしますね。ちょっと驚かされました。見てないんだけどね、見えちゃってる先生のお話。ありがとうございます。だから。あとはですね、もう一人、最もキュンとしたプレイヤーが一人。キュンとすんの？ゼロックスで？言いまして。で、こちらも途中交代で投入された川崎フロンターレ、ルーキー。立花田健人選手なんですよ。ああ、出たのね。はい。はい。ファーストプレーで、左サイドのタッチラン、左サイドタッチラインをなんと、ダブルタッチで相手をかわしていくっていう。なんじゃそりゃ、なんじゃそりゃ。はあ、決めてたんかな、決めてたんかな。かましたろと。って思うぐらいに。それでなんか吹っ切れたりするっていうもんね、大きなプレー、ワンプレー決めるとね。はあ。まあ、リーグ戦思い切りやってこいって送り出し方されてるんだろうね。そうやって若手を育て上手、ね。ブラジル人を頑張らせ上手。すごいね。去年のルーキーも今年も本当に中核にし上手。ベテランも点決め上手。いや、すごいチームだなと思いました。ね、うん。で、ガンバも新しく4。上手ばっかりだったらもう本当、あれだよ、海入れないよ、怖くて。食われちゃうよ。上手ね。ガンバもね、新しく433なんてフォーメーションを連れてきて、で、小野瀬選手をサイドバック使ってくるの。いろんなね、まあ、ちょっと怪我人も多かったので、まあ、大変だったんだろうなと思いますが、まあ、いろんなアクションがあった。なるほどね。はい。はい、ってことでした。はい、で、そんな、今度は左下なんですが、ゼロックス前日にガンバ、ちなみにもう一つニュースがありまして、はいはい、昨年、高校2年生ながらすでに J1 のピッチも組んだ、はい、中村二郎選手や、坂本伊佐選手など、4人が2種登録ということが発表されまして、はい、開幕直前というところ、はいはい、もしかしたら高校3年生組になるので、もしかしたらどっかでチャンスあるかもしれませんね、もうね。2種登録されたという形なので。これはやっぱりね、あんな23なくなって若手がゴンゴンゴンこうね、スタメンと争ってほしいよね。ですね。底上げ、突き上げ、で、チームとしてもみたいなことでしょ？やっぱ、目指すのはね。はい、うん。というニュースも入ってきてわかる。盛り上がったんですね、ゼロックス。ちょっと。ヒルが盛り上がって、夕方までそれでみんなバーバー。ずっとまあ、ツイートで追ってたりしたんですよ。外の仕事だったんで。はい、はい。で、終わったって聞いて、まあ、勝ち負けも知ったんですけど、まあ、ちょっとなんか、はいはい、動画上がってないかなと思って、ダイジェストとか、すぐだったから、どこも上がってませんでした、ゼロックスって言っても。なんかちょっとこっちのリンク踏んで、みたいな、そのなんか違法なやつしか上がってなかった中、はい。最初に上げてたのがイクパッパチャンネルでですね、落胆のシーンを自分らでね、上げてましたよ、試合終了。ありましたね、ありましたね。見ました？まだ見てはないんですけど。そこにですね、ええ、遠野ダイヤがーっていう先生の声が入ってました。同時視聴配信をイクパッパが見てくれてたんですね、あれね、スポーツバーで。そうなんです。コメント欄にも結構来ていただいてて。あ、そうですか。はい。ありがとうございました、本当にね。ありがとうございました。今日はね、動画出させていただきます。そして。ね、で、昼盛り上がって夕方もって思ったら、今度夜ですよ。いや、すごいのがあったんでしょ？私がウィーでやってる間に。はい、すみませんでした。夜ね、プレミアリーグサウサンプトン VS チェルシーという一戦が行われて、はい、こちらの試合でもやっぱり南野拓実選手がスタメンで出たと思ったら、うんうん、なんと先制点。やりましたね。やりました。すごい、どんなゴールだったんですか、これは。まあ、本当、南野選手が、まあ。手短にね、これみんな動画見るだろうし。南野選手が得意な、はい、後ろから来たボールを、まあ、ボールをもう呼び込んで、センターバックとセンターバックの間をワントラップで抜けていくんですね。いや、この間のあれもちょっとね、
アーセナル戦にもちょっと似てますけど。サイドバックとの間だったのは違うぐらいで、同じような形。ほぼ似たような形。はいはいはい、ただ、その直後のタッチがね、違うんですよ、今回は。あ、お前はちょっとね、体勢崩しながら。そうなんですよ。もうワンタッチ入れるときにフェイクを入れて、ゴールキーパー倒すんですよ。はぁー。で、アウトサイドで、逆回転カーブかけて決めていくっていう、超見たいんですけど、テクニカルが過ぎると、あら、まあ、そんなゴールが決まりました。一瞬の勝負強さ、やっぱこうリバプールの勝負の中でね、それと培われたんですかね。そして何よりもこれでサウサンプトン移籍して3試合で2ゴール目ですが、アーセナルと、アーセナル UC に決めたので、あ、これはちょっと証明上手ですよ。これはこれ他のクラブに対してもおビッグクラブ相手に強いやってなりますから。市場勝ちの方がね、これ、上がった可能性ありますよ、これ。上がっていくんじゃないですかね。いい顔されてます。これ、その時の写真でしょ、これ。そうですね、得点後のゴールパフォーマンスみたいな瞬間ですね。これはちょっと動画見ましょう、皆さん。はい、見てみてください、ラゾンで。いい傾向だね、これね。本当です。はい、はい、はい。ただ、いい傾向じゃないのがその下でございます。ちょっと渋めの顔しちゃってますけども。はい、そのね。サウサンプトン対チェルシーがあった夜、ゼロックスがあった昼の前に、朝には、レアルベティス VS ヘタフェという試合が行われたんです、はい。これちょっと情報得てますよ、私あんまり。途中、また途中出場なんでしょ？はい。うん。まあ、最悪それはいいんです。まあね、過密だしね、ちょっとね。うん。これで5戦連続無得点です。無得点。チームが。ああ、チームがでしょ？で、しかもこの試合、そのベティス戦は、はい、PK 献上して、まあ負けたんですけど、実は前半に1回 PK 献上してて、ゴールキーパーが止めてるんですよ。あらま。あらま。で、そのセンターバックが実は2回 PK 与えちゃったの、まず試合に。あらま、あらま、あらま。で、そういうのも含めてと、で、僕、そのなんでタケがベンチでも最悪いいっていうかっていうと、はいはい、チームの方針がやっぱりまずあるじゃないですか。うん、そうですね。で、もともとはそのタケとアレニャを取って、うん、テクニカルにこう攻撃的な形で行こうってして、最初の試合で勝ったのよかった。起点を作ることに成功したってことですね。今まで通りではない。そうですね。うん、ただ、もともとこのチームはそんなアイデンティティなかったもんだから、うん、ある意味ではアレルギー反応みたいなの残しちゃって、なるほど。失点が異常に膨れ上がってしまった。おぉ、それでカウンターに戻したと。そう。なんで、一応自分たちの守備の やり方を忘れないようにするために、一回外して、ディフェンスの形になってみたってので、タケとアレに外したらよかったんですけど、はい。それで負けが続いちゃってるんで。そうか。で、多分なんですが、やっぱり解任。ああ、ちょっと変わりますか、チームが。うん。で、まだ決まってはないんですが、一応元、レアルで400試合、500試合ぐらい出てた、ミチェルさんっていう方がいるんです。ミチェル・サルガドではないんですけど、その方に監督というか、なんかちょっともうコンタクトしてるみたいで、ヘタフェとしてる、うんうんうん、なんで今のボルダラス監督からそのミチェルさん、10年前にもそのヘタフェで監督取ってる、指揮取ってるみたいなんですけど、その方にバトンタッチも考えてるかもしれない。これ新しく監督あるっていうのは竹にとっていいことなんでしょうか。まだわかんないか。まだわかんないですね。その監督次第ってことですよね。そうですね。ただちょっとこれでも失点続くようだと、むしろオフェンス入れるために、はいはい、むしろディフェンスにもオフェンス強化するっていうのも手なんじゃないかと思うけど、さてどうなるか。そうですよね。うん、まあでも一回そうですね。監督からでもいいんじゃないですか、これ続くようでしたらね。そうですね。今、瞑想状態なので、そこがちょっと解消されてくれるといいですね。しょうがないしょうがないですけどね。そういうチーム力ですもんね。うん、そうですね。なるほど。難しいね。アタッカーの成長って場所を選ぶから難しいね。これ、南にとっては今、チャンクボが対照的になっちゃってますけどもね。そうなんですよね。パスさこなかったらどうしようもないからね、これね。そうなんですよね。だどうにかあとはって形ですが、まあ状況が改善されることを願いましょう。サウサンプトンが欲しがってくれないんですか？そのタイプではないですね、タケちゃんは。ああ、そういうことです。だったらレアル変える方が簡単だと思います。ああ、そういうことなんですか。はい、これどこが違うんでしょう、これ。ちょっと素人目は。プレスとか、デュエル系のチームなんで、なんならある意味サウサンプトンとヘタフィはちょっと似てます。ああ、そう、なるほど。そう、いわゆる体がっちり系のチームなので。ああ、なるほど。その中でも、匠先生はやれてるわけですか？そうなんですね。で、竹さんはもっとゲームメイク型の選手なので。なるほどね。もっとポゼッションチーム行った方が合いますね。あれ割とだから、スペインっぽいサッカーをやってるってことですね。そうですね。南のはイングランドサッカーにちゃんと対応できてるってことですね。それね。そうですね。なるほど、わかりました。はい。これ下はあれですか？ボクシング。ボクシングに見えるんですけど、これ。ちょっと見えますけどね。テニスですか？ロストフの橋本健人さんのお話で、はい、健人さんじゃないですか。ちょっと不穏な話です、こちらも。え？先日、
ロシアのルビン火山に移籍したの斉藤美月さんが怪我したって話だったと思うんですよ。そうなんですよ。残念なニュースでしたけどね。で実はあの橋本健人さんも怪我してるんですよ。はあ。でそしたらですね、うん、今季後半戦、まあもう、うん、もう今週末かな、うん、J リーグと同じタイミングでロシアリーグも再開するんですけど、うんうん、はい、どうやら登録外になる可能性もある。どうしてあんな活躍したのに。あれは活躍したんですが、その後お怪我してて、うん、まだあのちゃんと練習に復帰できてないんですよ、しっかり。そういうことか。で、今同じチーム、ロシアリーグでは8人外国人選手が登録できるんですけど。うん、1チームで？そう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 、うん。で、いわゆる9人いるんですよ。なるほど。それは、で、誰か1人。負傷してるからしょうがないのか。そうです。なんで、で、ただ、どうやらレンタルで何人か出そうとしてるみたいなんで、うんうんうん、その外国籍選手。なるほど。なんで、それで移籍した場合に橋本さんが入るんですが、うん、このまま怪我がまだ1週間程度でまだ治らないので、なんで、その間はもしかしたら後半戦は橋本さん入らないかもしれない。うん、あ、それはちょっと痛いね。治ってもすぐには出れないかもってことだもんね。そうですね。うん、まだだから、1ヶ月とかかかるんでしょうから。そっか。難しいね、助っ人としてね、行って怪我とかがあったりすると枠もあるもんね、そうなんです、ね。なんとか頑張っていただきたいですね。はい。もちろん頑張っていらっしゃいますけど。っていうニュースでした。あと右側はね、あのゼロックスのいろんなこう宣伝みたいなもんだで、こんなことやりましたよ。ゼロックスの振り返りも出してるんですもんね。ありがとうございます。はい、ということでございます、ね。はい。CB、フィニッシングメソッド。まあ、はい、なるほどね。センターバックの釣り方ってことですね。あ、釣り方。あ、フィッシングですね、はい、これはね。はい。フィッシング詐欺の。いや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 、そういうことでしょ。でもね、まあね、センターバックどうやって釣り出すかってことで、センターバックをどうやって釣り出すかというサムネでね、視聴者を釣れるといいですね。ほら、いやいや、言い方悪いです。引きつけられるといいですね。そういうことですね。ありがとうございます。ありがとうございました。広がサッカーニュースヘッドライン、今日も朝からやってまいりまして、最後まで聞いていただいてありがとうございました。ありがとうございました。素晴らしいサッカーライフが訪れますように幸あれということで、今日もではではお越しください。ノーミルク佐藤でした。先生、皆さんありがとうございました。ありがとうございました。今日も昼夜出ます。どうもどうも。